どうもカツです。デカリンです。カツデカリンです。お願いします。はい、ということで、はい、M1 の2回戦に挑戦してきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ないんで、はい、まあ、ありがとうございます。合ってるか。どっちだ変なとこで突っ込んじゃった。だって2ヶ月ぐらいずっとやってましたもんね。2ヶ月か。2ヶ月だけ？もっと長く半年ぐらいやってた感覚でいるけど、いやいやいや、まあ基本絶対2人でツレションしてたもんね。そうそう、どっちかがおしっこ行きたい時はじゃあ俺も行くっつってツレション必ずしたりとか、中学校の同級生みたいなの、うん、同級生に乗り出し、うん、であとこうやってね、あのよくカッツ君がおおってやってくるから、はい、俺もおおって返して、おお、そう、これの遊びがね結構ね緊張やらげてくれたというか。ああ、そうなんですか。おお、今日もだってさ朝さめっちゃ緊張してた中でさ、はい、急にあのトイレで俺がうんこしてたのよ。はい。じゃあカッツ君が、おう、って言って、個室に俺が入ってるかも分かんないわけでしょ。はい。なのに、ただおう。カラオケのトイレの前でおうって言って。で俺は他の人もいるかもしれないから恥ずかしいからまだ何もしないわけやっぱり。そしたらまたおうってずっと圧力かけてきて。で俺鼻かんだじゃんその後。うん、鼻かむラッパみたいなプフーみたいな音で。はい、気づいてくれるかなと思ったの。いや、あ、違う人だと思っちゃいました。あ、それ違う人だと思ったの。すごい成人ダンスだなと思って。で、その後どうしたの。おぉ言いました。なんで違うかもしれない、それやったんだよ。いや、かけるしかないなと思って、うん、だからしょうがないなと思って、おぉってやったら、いや、違う人だなと思いました。なんで違う人だと思うんだよ、お前。おかしいだろ、お前、そんなやつ。違う人におぉって言われたと思って、怖い怖い、早くやろうと思って。お前が怖いわ。そう、ガッツ君が怖いんだよ。マジで怖かった。いやいや、だからそれでおぉってやった後めっちゃ大喜びで帰ってて、トイレからカラオケのトイレからね。トイレするの忘れました。いや、トイレするの忘れてんだ。あ、そう、まあ、そのネタを飛ぶとかそんなことはなく、なんとか繋いだというか。そうですね、最初から最後までは一応笑いもあってなんとかつなげたなっていう形で、はい、それでは僕たちカツデカリンの結果がダメでした。うわー、でも今はもう無ですね。本当に悲しいとかはまだなくて、多分寝る前とかに来るんじゃない、こういう悲しいなみたいな。ああ、もう帰った後みたいな感じですよ。ああ、即その場では悲しくないけど、その後にぽっかり開いて、そう、夜夜な夜な泣いて、ね、バラードとか聴いてこの後、はい、俺ら夜な夜な泣くのか、枕元、そうそうそう、枕を濡らして。そう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 。リカケさんはまたしたいですか、え、まあ、はい、いやでもね、あのめちゃめちゃ楽しくて、おお、まあめっちゃ緊張したんだけど、いや、思い出話すると今急に泣きそうになったわ。これめっちゃ今おならしそうっす。なんでだよ。臭そうだな。漏らしてるから。漏らしてんのかい、しかも。はい、ということで、はい、応援にね、来てくださった皆さんとか、応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。もう皆さんのおかげで、はい、こうやって頑張ることができました。ありがとうございました。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。